はい、よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたら、グッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。今回この新しい滝が発見されたといいますか、地元では知られていた滝なのですが、知名度は低かったということで、この滝の名称を募集しているという記事が出ていましたので、関連サイトで合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず記事はこちら、南日本新聞からです。漁師は知ってた、名もなき滝ですが、測ってみたら91だった。奄美大島落差181メートル名前募集中とあります、記事に行きます。奄美市は10日、道志那瀬小湊の沿岸部で巨大な滝を確認したと発表した。落差は181メートルで、市は九州最大の可能性があるとしている。確信はないんですね。はい、で名称は約10月8日までに募集する。滝は小湊港の南西約3キロの太平洋に面した岸壁。危機に覆われた沢から絶えず水が、流れ下っている。船でしか見ることができず、漁業関係者には知られていたが、上部が森に隠れて全体を把握できていなかった。こんな感じですか。確かにそうですね。上の方はちょっと森に埋まっているという感じですね。はい、昨年5月、道志那瀬の写真家浜田太さんが、ドローンを使い、頂点部分を含む全体を撮影した。落差の調査の依頼を受けた、市が今年8月末、現地で観測、衛星測量のデータをもとに割り出した。国土地理によると河川の長さなどと違い、滝の落差は集計していない。なるほど。で今回確認された滝は、道院や市発行の地図に記載されておらず、地元で伝わる名称もない。市は滝名をホームページで公募し、10月末をめどに決定する。道院地図への、記載依頼も検討するです。浜田さんは、こんなに落差があるとは思っておらず驚いた。世界、自然遺産の島に、縛り、ふさわしい全国に誇れる滝だと話したということですね。こんな感じです。で拡大してみますと、確かそうですね。上の方がこう、隠れているというか、森に埋まっていて、ちょっとはっきり分かるんですよ。これでこうザーッと流れてるっていう感じなんですが。で、場所自体はですね、これですか。次のところを見ますと、ここですね。はい。まあ、そうですね。一番近いところ、道路からでも結構あるということで、歩いていくのは難しそうですね。やっぱり船でこういうぐるっと行く感じになるんでしょうか。まあ、それはそれでそのクルーズツアーか、そういったもので、活用できるかなというふうには思いますが、くれぐれも歩いていこうという人は、ぜひ気をつけていってほしいなというふうには思いますね。はい。で、別のこう、ちょっと角度から離れた写真がこちらですね。出ますでしょうか。こちらのところで、出ないでしょうか。これですか。もうちょっと離れた写真ですね。こんな感じです。なるほど。でですね、こちらの、奄美市のですね、ホームページ、これですね、滝の名称情報募集ということで、この度、奄美市、那瀬尾の小湊地内で発見された滝の名称情報を募集します。奄美市以外の在住の方も多いです。ですから、全国、全世界、この名前がいいんじゃないのという方は、こちらには応募してみてください。で、応募された方の中から若干目に記念品の贈呈を予定しています。で、記念品の送付先や内容確認をさせていただくこともありますね。必ず連絡先をご記入ください。これですね、インターネットによれば、下部にある送信フォームをご利用ください。あ、これですか。これです。これのところから、応募できますよということですね。まあ、その他、はがきなどでも、こちらにお送りくださいということですね。で、応募期限が、10月4日、8日までです。まだちょっとありますね。半月、一月ないですか。一月余りというか、一月足らずというか、そのぐらいでありますね。で、お一人につき服装も可能ですが、なるべく厳選した名称を少数でご応募ください。そうですね。まあ、ありきたりの名称だから、いっぺん、こういう名前いいかなっていう、思いついた検索してみて、まあ、それで引っかかったと、他の時と同じような名前だったらちょっと面白くないので、まあ、何かしらこう、奄美市とかですとか、この那瀬小湊、まあ、そのあたりの名称を生かした、かつ、このなかなかこう、海に直接流れ込むという、そのあたりの特徴を表したような滝の名前が、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。181メートル、確認できた中では91、まあ、もしかしたらこれ、どうなんでしょうね。先の記事にもありましたけども、こう、落差に関する統計っていうのはないんですね。はぁ、という感じで。感じですか。まあそれで、まあ、181m 結構大きいですね。やっぱり本当にこれくれぐれも徒歩で行こうという方は気をつけてください。はい、まあ、繰り返しになりますけど、10月8日まで、まあ、必着で、まあ、記事ありますと10月末には発表されるということです。興味ありましたら、ぜひ、あ、すいません、こちらですね、こちらの関連記事のこのサイトですね、概要欄にリンク貼っておきますね。興味のある方、ございましたら読んでいただいて、こちらの名称募集ですが応募してみてはいかがでしょうか。はい、
今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。